今はなんかもちろん常人の中に入ったから嬉しいですが、なんかこれからなんか他に日本に行くチャンスがあったらもっと嬉しくなると思います。3ヶ月前ぐらい友達はインスタから急にメッセージを送りました。あ、そっちで日本語話すコンテストあるよ、なんか参加してみてって言ったから、なんか面白そうって思って参加しました。いろいろ練習しました。このスピーチのテキスト暗記して、なんか夜スピーチのこのコンテストはトルコの時間で夜中だから、なんか朝まで起きて、あとは夜まで寝てた。本当にちょっと大変でした。それはセイルのアプリの人たちとも話しましたから、なんか毎日6時間以上練習してた。本当にみんな僕ような頑張ろうって思って、なんか日本に僕みたいに日本に行きたいたくさん人いますって知ってる時本当に嬉しくなりました。今の常人のスピーチとか作文とかチェックして、次の人たちは自分の作文とかスピーチとか、なんか私たちのスピーチみたいに書いたらいいと思います。この短い時間でなんか260ぐらい会話しましたが、本当にみんなに何回かん、ありがとうって言っても十分ではないと思いますから、なんか本当に感謝したいです。みんなに夢のために本当に分からないですけど、なんか先週高校卒業しましたから、今からどうするって自分でも分からないけど、できれば日本で仕事とか見つけたいです。そして言語学ぶ続けると思います。日本の人からの質問です。1つ目、なぜ特にツナマヨおにぎりを食べたいですか？おにぎりの中でもなんでツナマヨが一番食べたいですか？今から10年前ぐらいテレビでおにぎりのことをドキュメンタリー見たいことを見たとき、このドキュメンタリーで一番おいしいはツナマヨって言われたからツナマヨに興味があると思います。テレビの中でもおすすめはツナマヨだったんですね。そうです。2つ目の質問、いろいろな国の言葉を話せるアルダさんに質問ですということで、外国語を習得するのにいい方法は何ですか？外国語を話せるようになるにはどんな方法が一番いいですか？僕はたくさん映画とか見て音楽とか聞いたり勉強していますが、それは本当にいい方法だと思っています。なんか聞くことは一番大事だと思います。とにかくたくさん聞くんですね。そうそうです。3番目の質問です。ツナとマヨがあればツナマヨは作れますよ。あとはご飯と海苔があればおにぎりが作れますね。お米と海苔はトルコで買えますか？お米と海苔買うことができる。あ、お米も海苔も売っているんですね。そうです。海苔も売ってるんですね。売ってるけどちょっと高いね。あ、そうですよね。じゃあ最後の質問ですね、はい、4つ目の質問です。アルダさんの周りにも日本に興味がある方はたくさんいますか？たくさんいないと思います。ちょっとだけいる。少ない。そうなんですね。じゃあ日本語で話ができる人ってあんまりいないですね。日本語で会話できるトルコの人、友達とか。トルコ人、日本語で練習できる、トルコ人も日本人もいなかったけど、このセイルのアプリおかげで今練習できます。